いやいや皆さん、おはようございます。畑ちょっと僕は言いたいことがあるんです。俺太ったな我々ご飯食べ過ぎなんです。いや本当にということで100時間断食しましょう。全員一人他は普通に飯食ってください。100時間はすごいよ。順当にいけば徹夜になってほしいな。確かに。まあ、ね、一番変化がある可能性あるですからね。本当に100時間耐えられるだけのいろいろあるもんね。確かにね。どう決めますこれ本当に。まあ公平にいきたいですね、うん、じゃんけんってこと。いやじゃんけんかな。まあ、一番重っ。じゃんけん強いから俺だって。確かにな。ありがたいです。公平じゃないかもしれない。三択のうち勝率が強いやつがある時点でもうね公平じゃない。ルーレット。まあただそれかなっていうちょっとあれもあるよね。むずいな。なんか紐付けレストランで紐付けてるな。スプーンダメか掴み取り大会も、うん、同じサイズですからねスプーン。あの容量は一緒です皆さん。公平ではある。やったことないんでわからないです。これもわからん。スプーンでいいですか。アイテム探し。あえてね。むずい。このしゃもじを作っていかに多く外に出せるかってこと。そうです。乗せる場所があって。あー。あーいいですね。いやだちょっと言ったけどやりたくなくなってきちゃった。順番じゃんけんってこと。最初はグー。じゃんけんポン。最後で。一番情報量多い方がいいですからね。確かに確かに。じゃあ僕は4番目で。じゃあ僕3番目。じゃあ僕2番目で。はい、1番目で。いざ、決戦の舞台へ。すり切りいっぱい。あ、いい感じだ、この。綺麗、綺麗。一見、安直に考えると100を救いたいですよね。レギュレーションは、左手は、まあ、あ、もう、床置きです。床置き。はい。距離は、こんなもんでどうですか。ワンチャン乗るかなぐらいの。なるほど。ただ、ミスった時はもう。終わり。うわぁ、どっちだ。救うのは、この、なんて言うんだろう、何救いしていいのか。例えばこう1回救いました、もう1回、あ、余白あった、乗せたいみたいな。まとめたら何喋ってんだろうな。ここはワンスクープでいってきます。簡単にワンスクープにしましょう。わかりました。こぼれる分にはいいですよね。こぼれる分にはいいです。はい、はい、では1番手いかせていただきます。いきます。やべえ緊張する。こんな状況になることもないし、こんな状況で緊張することもないですよ。こんなになると。ナイスイン。慎重にすくい上げる。100がね、うん、あ、いいんじゃないですか。おー、でかいよ。これ得点でしょ。はい、絶対笑わせんといてください、今。よしよし、救った分全部いった。よしよし、おぉ、すげぇ。リクエスト変えます。あ、ちょっとこれ僕やるとね、あ、確かに確かに。1700点です。すごい。すごい。普通に分からなくて相場分からなくて。本当に人類で初めてこれしたから。これ確かに確かに。案外100で狙うよりコマコマの方が何か今得点源になってた気がするんだよな。行かせていただきます。はい、お願いします。いきます。どう狙う。マジでいいじゃん。うわ、100個いった。高橋。うわ。あ、まあでも。いや、弱い。あくそー。測定入ります。はいはいはい、この落ちたものはあれですよ。あ、でも100の数が多い。1520点。あ、でも。あ、そう、もう呼んでも大丈夫。よかった、死ぬ、逃れた今俺。こぼしちゃダメってことが分かりましたね、うん、いや俺でももう無理はねえぞ、うん、結構最新の銃払ってるよね、はい、うわ、ドキドキするわ。でも見て、すごい奇跡の道ができた。本当だ、本当だ。これもう奇跡の道じゃん。ビクトリーロード、もう行きます。はい、俺はもうシルクロード行きます。やばい、手応えがやばい。あ、でもでかいね。手元すごいよ。おお、多くねー。これは多くねー。多いぞこれ。どうよこれ。1920。すごい。
10強えぞ、史上最高記録。緊張する。まあ運ゲーなんでね。まあそう、実際運ゲー、はい、いきます。はい、うん、見せ。さあ今100が落ちました。100が落ちた。さあ計測官お願いします。計測します。徹夜1410点。やーれーやーれー、が濃厚になってしまった。はじめくんビリ回避。つまりこの男にかかっています。俺と徹夜の戦いか。さあたくさんの情報を集めました。やるぞ。さあ最後のシャモジャトマトくんの挑戦。1410点。1420で回避です。待って、手めっちゃ震える。じゃあ後ろで肩を飲むのはトツ。1410を超えていけるのか。行かせていただきます。やばい、手が震える。やばい。待って、あれこれはあるぞ。やばいぞ。それはでは測定入ります。1100、はい、1300、320。トマトくん、はい、1320点。うわということで100時間断食はトマトくんに決定。というわけで最後の晩餐です。はい、私が選んだ最後の晩餐はココイチのカレーになります。心を込めていただきます。あっつい。うめか。うまい。噛み締めよ、マジで。脳に焼き付けるんや。ギブアップあんのこれ。ギブアップ。うん、まあ、あれですね、体調の王相談する。うん、せんけどね、別に。ごちそうさまでした。5秒前です。5、4、3、2、1。3時。さあ、これから水だけで生活します。体重とか測っとく。確かに。ビフォー、うん、さあ絶食10秒ぐらいなんですけど、今のところ元気ですね。飯食った後ですから、ただただの満腹な人、うん、さあ乗ってください。はい、ででん。絶食前の体重は、あ、すげえ、61.1kg ですね。最近やや太りました。経過を見守っていきましょう。はい、その都度何か変化が起きたら報告したいと思います。はい、お願いします。1日目の夜1時になりました。撮影して帰ってきてゲームしたり編集したりしてたらこんな時間になりました。水は1リットルないぐらい飲みました。お腹はまあ空いてるっすけど、まあ全然我慢できるかなぐらいですね。で今日はこの辺で寝たいと思います。おやすみなさい。はい、2日目の14時。みんながとんかつを食べてる中、私は食べれないので指を加えて見てます。23時間ぶりの味のあるものです。うん、うまっ。2日目の10時前です。結構やばい、もうお腹空いてるし手足に力が入んない感じがありますね。これから編集もしなきゃいけないんで、具なしの味噌汁ちょっと自分で作ろうと思います。トマトズクッキン、今日ご紹介するのは具なしの味噌汁。まず用意するのはカップとスプーンに味噌、お湯の4点でございます。まずは味噌を適量取って、そこにお湯を好みに合わせて適量加えます。それをスプーンでよく溶かします。ここでよく溶かさないと味が偏るので気をつけてください。しっかり溶かしたならば、具なしの味噌汁の完成です。うん、あ、薄っ。
え、二日目の1時32分なんですけど、不思議と空腹の峠を越したんですけど、なんでかわかんないとか、これが断食のせいなのかどうかわかんないんですけど、なんか節々が痛い気がします。どっちかっていうと空腹よりも今なんか節々が痛くて大変です。あと眠気がないですね。なんでかわからないんですけど。1時32分だと普段眠くなってる来る頃なんですけど、全然眠くないんですね。15時がやってきました。48時間です。まだ半分だと。この断食っていうものをすると、好転反応っていうのが起こるらしいんですね。これにはその、まあ、頭痛とか、節々が痛くなるとか、うん、これがいいらしいんですよ。これで正解らしい。体の老廃物みたいなのを、なんか綺麗にしてる症状みたいな。え、これって収まんの？収まるらしい。あ、しばらくしたら？うん。陶器超えんのね。だから多分明日ぐらいには治ってるんじゃないかなと。それだったらなんかもうウイニングランできそうなぐらい余裕よ。ああ、そうなんですね。節々の痛み以外は結構余裕。というわけで残り52時間投げ頑張りましょう。うい。3日目の9時前です。今日本来撮影はお休みだったんですけど、 TikTok の撮影で今8分にいるんですけど、今日は14時まで寝ました。まあたくさん寝たからなんかわかんないんですけど、もう節々の痛みとかなくて割と絶好調まあお腹は空いてないんですけど、ご飯は食べたい。お腹空いてないは嘘になるんだよな。別に食わなくてもいいやぐらい、まあ、なんで今の感じだとまああと1日とかも普通にいけそう、まあ、全然100時間なんとかいけそうです。おはようございます。4日目の朝ですね。うん、現在11時13分。体の調子はどうですか？不調はない。ただただ元気がない。エネルギーがないからね、食べたいものが無限に浮かぶね実はですね、回復食というものがありまして、体に優しい感じのご飯なんですね。それを食べていただこうかなと思います。この4日間の動画見てほしいんだよね。俺めちゃくちゃ隠してると思うんだよね、この苦しい状態。はい、というわけで中の子にも頑張りましょう。ナイス。まもなく19時。あー、19時になった。ついに19時になりました。終わりました。とりあえず体重測ってみます。100時間でどんぐらい変わったか。始まる前が 61.2 とかだったような気がするんですよね。そんなだったっけか。はい、61キロでした。さあ乗ってください。おい、100時間の結果はいかに。すすげえ。57キロ。57キロってことは4キロ。飲んだもの食べたものと言ったら、大体だけど水7キロと味噌汁6杯かな。4日間で摂取したものは。ということで、あちらにご飯が用意してますんで。お、なんだこれは。おかゆのあっさり版みたいな。お味噌汁、梅、ひじき、これきゅうり浅漬けです。おー、いいね。じゃあ改めまして、はい、いただきます。はい。おわ、具がある。うん、あ、噛む感触がある。じゃあ、おもゆです。はーい。うん、めっちゃ味しないめっくりするぐらい味しないよこれ。まあでも好きよ結構。うん、あ、優しい味がするわ。失うとやっぱ気づくっすよね、大事なものって。間違いないね。失ってからじゃ遅いんでね、やっぱこう改めてね、こう感じるタイミングが、機会を作ってもらえてよかったかなって感じですね。あと一個言いたいのは、絶対真似しない方がいいよっていう常々思うのはね、私ども人生かけて YouTube やってるもんでね、でもやることの覚悟が違うっていうことを知ってほしいですね世の中うまいもんいっぱいあんだなと思った。恵まれてる。いや恵まれてる、マジ日本の飯うまいって言うもんね。確かに。よし、これにて終了。